人で行っても楽しめますか、このイベントは。もちろんです。フィリピンの人は話しかけてくれますかね。うん、一人で寂しくしてると絶対声をかけてくれた。あ、そうなんですか。お兄ちゃんどうしたのとかね。はい、そうそう、一人なのとかね。あ、じゃあ一人で行く人はぜひね、寂しいアピールをたくさんしてください。そんなことしなくても声かけてくれそうですけどね。本当フィリピン人は明るいんですよ。うん、明るいですよ。優しいですもんね。優しいです。はい。うん、だからそういう意味でなんかシャイな日本人とね、親和性があると思うんですよ、ね。なるほど。向こうから話しかけてくれると助かります。そうですよ。日本人はね、ちょっとね。ね、こっちからはちょっと恥ずかしくて、若干ちょっとねシャイなところがありますもんね。うん、シャイで、で例えばそのパーティーとかあるじゃないですか。うんうん、ちょっと余談になっちゃうけどね。はい、パーティーとかあって、で日本人シャイだからちょっとの壁の方で一人でボソボソしてるとね、はい、フィリピン人が何やってんのおいでよと、はい、うん、優しく声かけてくれる。そんなのがやっぱフィリピン人のスタイルです、ね。いいですね。いいですね。あ、じゃあ人と話すっていう意味でも楽しめるっていう。と思います。はい、そうですね。あんま普通に日本で暮らしてたらね、外国の方と話すっていうこともないから、うん、そうですね、それだけでも楽しいかもしれない。うんうん、楽しいですよ。いいですね。でもね、本当フィリピン人日本にいるの多いんですよ今。そうなんですね。うん、日本でその在留届けてる外国人ですけど、はい、まあ、一番今多いのは中国人 で、はい、で次が韓国、朝鮮、はい、で3番目がフィリピンで、その3番目なんですか。で約、ね、23万人かな、はい、のフィリピン人が今日本に住んでる。そうなんですね。その方々が一度に返すわけじゃない。全員来るわけじゃない。そうそうそう、そうそうそう、全員いなくなるわけじゃないですか。これはそれだけが一部の方なんかカラオケ大会もあるんですか。そうです、カラオケ大会はね、はい、まあ、今回主催者の方が言うには、はい、まあ、今回のイベントは、まあ、まあ、日本人、フィリピン人、うん、まあ、両方の方々に来てもらいたいと、はい、まあ、その友好を深める意味もあってね、うん、でカラオケ大会についてはそれは日本人の歌うフィリピンの歌、日本人がフィリピンの歌を歌う、はい、で片やフィリピン人の歌う日本語の歌の、はい、うん、カラオケ大会みたいな。いいですね。あ、そうなんですね。うん、じゃフィリピンの方が三代目 JSOUL BROTHERS とかを歌ってくれたりするかもしれないですね。かもしれない。かもしれない。何が人気なんだろうな、歌ってくれるの。かもしれない。それも楽しみですね。何歌ってくれるのかなっていうのは。なんか童謡みたいなとか人気なイメージがありますけどね。確かに歌いやすいかもしれない。うんうん、歌いやすいし、なんかメロディーも伝わるみたいな。でも何やしてもフィリピン人歌うまいですから。あ、そうなんですか。そうですよね。うん、上手そうなイメージがあります。ますね、あ、そうなんですね。うん、もう基本的にみんなうまいんですね。うまいですね。羨ましいな。声帯とかも優れてたりするのかもしれないですね。はい、あ、うん。でもまあ一部まあそうじゃない方もいるけど、そうじゃない方もいるかもしれないけど。ジェニファーさん歌は。でも歌うまいでしょ。あ、そうなんですか。いやいや、歌えないです。ジェニファーさん日本の歌なら何を歌いますか。うん、日本の歌。知ってる。聞いたことあります。でもなります。何歌ってましたジェニファーさん。何ですか、好きな人の。福山。あ。福山雅治。福山さんが好きなんですね。お箱ですね。あ、そうなの。お箱なんですね。すごい。桜坂。はい。とか。はい、あれフィリピンの方もシャイですね。あ、でもフィリピンの方も奥ゆかしいんですよね、女性。あ、そうなんですね。女性は。とてもだから。男性は社交的で、女性は奥ゆかしい感じの。奥ゆかしくて、はい。そうでもないけどなって感じです。まだ猫かぶってるんですね。男性の方がシャイな感じはありますね。そうなんですね。男性の方がシャイかなと思います。はい、じゃあその会場に行けば開放的になってるジェニファーさんも見れるかもしれない。そうです。そのジェニファーさんを見る意味でもね、ぜひフィリピンエキスポ、ね、はい、14日から始まりますんで、はい、ぜひ来てください。はい、今日はフィリピンエキスポでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはジェニファーさんのグルメコーナーです。お願いします。お願いします。今回は何を。フィリピン人の若い人たちが、海に行ったら、うんうん、こういう風に、あ、何ですかこれ、食べる感じが増えてるんです。でバナナの葉っぱの上に、うんうん、フィリピンのいろんな食材を入れて、はい、でバナナの葉っぱなんだ。それでみんなでこの葉っぱの上で一緒に食べるんです。え、バーベキューみたいなことですか。何ですかこれは。なんか バーベキューも入ってます。入ってますね。ちらし寿司みたいな日本で言うと、ね、なんかね、下にご飯があるんですか。そうそうそう、これはありますね。ご飯があって上に串が乗ってる。珍しい。焼き鳥みたいなバーベキューかな、ね。これ何のお肉ですか。お肉は、こちらは、鶏肉です。あ、鶏肉なんだ。じゃあもう焼き鳥ですね、本当に。焼き鳥が乗ってるんだ。美味しそう。美味しそう。で、ここで、こうやってで、バナナの葉っぱの上でみんなで一緒に食べるんです。はい。はい、
やっぱりこういうふうにしてみんながもっと良くなれるっていう、仲良くなれる、ね、同じ皿の上で食べてるみたいな感じで、うん、もっと仲良くなるので、うん、まあ海とかまあどこかに行くと、まあグループとか友達とかして食べたりします、うん、はい、じゃあ会社の新入社員歓迎会とかこれなのかな、これなみんなでどっかでやるのかな家族とか本当に親しい、なるほど、家族とかでやるんだ、と一緒にやる、楽しそう、バーベキュー的なやっぱり要素もあるのかな、そうですね、で、うん、この前が何でしたっけこれ、こちらはあのブドゥルファイトっていう食べ方なんです、ブドゥルファイト、ブドゥルファイト食べ方なんですか、はい、分かると、軍式の食べ方っていうふうに言われてるんですけど、軍式の食べ方、はい、だからファイトなんですか、ファイトなんです、あ、そうなんだこうやっぱりみんなであの同じ皿の上で食べてるので、うん、もう取り合うような感じじゃないですか、まあ、そうですよね、こうなんか、まあ、好きなものを、うん、なるほどなるほど、早い者勝ちみたい、早い者勝ちみたいな、はい、あ、やってみたい、うん、楽しそう、マニラで、うん、こういうふうに食べられるレストランがあります、あ、これレストランでも食べられるんですか、最近ファイトできるんですか、できますなんてとこですか、はい、あらかまっていう、あらかま、はい、これだ、こちらです、こちらですね、はい、あらかまっていうマニラのレストランです、うん、もう一見おしゃれなカフェみたいな感じですけど、この中でファイトが行われてるとは意外と仲は激しいですねここで食べられるんですね、ここで食べられます、ここはじゃあ大人気なとこですか、うん、結構人気なところです、フィリピンの中でもこういうお店で食べられるっていうのは珍しいところなんですか、はい、そうですね、多分あまりないんです、じゃあ観光客の人とかはねここで食べるしかないですもんね、そうですね、なるほど、お店の名前もう一回よろしいですか、はい、あらかま、あらかまですね、あらかまです、行ってみてください、さて今回もフィリピンのさまざまな情報をお伝えしました、はい、ここでちょっとお知らせなんですけども、はい、こちらです、はい、6月14から17に上野公園でフィリピンエキスポ2018が開催されます、はい、こちらどんなイベントでしょう、こちらはですねフィリピンのアーティストの方が来てライブを行ったりだとか、あの美味しいフィリピンフードも食べれたりとか、なんと入場無料ということで、はい、ライブもね無料で見ていただけます、無料です、ぜひこの機会にフィリピンに行ってみてください、ね、うん、フィリピンのね感じをここで分かると思うんで、うん、僕らも取材に行きますんで、はい、遊びに行くんで、ね、ぜひ僕らの大ファンの方がいらっしゃいましたら、はい、会場でお会いしましょうぜひ来てください、はい、ということで今回はここまでということで、はい、はい、以上もっと楽しいフィリピンでした、ありがとうございました、ありがとうございました、言わずと